スの新人賞です。おめでとうございます。ここの主催の石原先生の絵になります。宇宙画伯になりますね。私の絵にダラダラダラーっと言って、私の絵がここにあります。私こちらで新人賞を受賞しました。総理大臣賞です。こちら細かい絵で本当になんかこう一つ一つの絵が細かく描いてあるので、本当にこの方すごいなと思ってます。石川先生です。一緒に動画に、何人か出てきたのか。私のチャンネル番組に出てください。あ、そうなんだ。石川先生です。石川です。どうも。石川先生は青っていうあのブルーの絵の説明を自分の中ではこの地中海の島のイメージとか、島のイメージとか、白いとか、上が空で下が海っていう感じで、こう 島の街がこうバーッと見えるっていう、そういう感じのイメージで、シャワーってんだよね。リンデーシャっていうシャワー。網目のやつね。こういうのとか。あと、岩彩系の、ペンキとか岩彩の色だ、ね、こういうの。新人賞秋田陽子様、以下同文でございますので、します金一封ございます。はい、おめでとうございます。アート未来準大賞です。佐賀の加藤さん、秋田さん、おめでとうございます。どうもどうもおめでとうございます。加藤さんからいただきました。はい、今日は賞状。こんなものをいただきました。あ、新人賞ですね。はい、これはアート未来展の絵画の新人賞ですよね。絵画の新人です。素晴らしいですね。今回初めてですか。今回初めてなんですよ。出されて、それでいきなり。いきなり。なんで助けになったんですか。これがね、先ほどもちょっとずっとお話ししてたんですけど、石原先生と、はい、石原先生っていうのは会長さんですか。あ、そうです。あ、そうですよね、会長さん。あ、そうです。はい、今回ね、出してみようということで出した絵が新人賞を取ってしまいました。今回取られて次の目標は何ですか。目標はもちろん内閣総理大臣で、あの一番最後で、はい、私もそこを目指してます。あの11月にまた何か展示会に出展されるか。そうなんです。11月はですね、はい、千葉の東京美術館で出展されます。出展する、
はい、ずっとそういうふうにいろんな出展してたんですか。ここ急にそういうことをやりだしたんですか。本当に選挙対策ですか、それとも絵で目覚めたんですか。でも両方です。あ、両方です、はい、二刀流でやってます。二刀流で、はい、わ、はい、かりました。今回の作品を教えてください。今回はファラオについて、ピラミッド3個、それに鳥が3羽いるんですね。で、スピリチュアルナンバー3につながってます。で、スピリチュアルナンバー3というのはですね、神聖でものすごい神々しい数字になるので、その3を取ってきました。ファラオの作品なんですけど、どうしてファラオを選ばれたんですか。ファラオはですね、太陽神の神様なんですね。で、日本も太陽神はアマテラス様がいらっしゃいます。で、私は太陽信仰をものすごく信じているので、まずはエジプトが大好きなので、ファラオを描いてみました。はい、なるほどです。ありがとうございます。だから次回今後あの作品出展されるようになったので、はい、今度はファラオとは違った作品など、そういったものはもう何か考えられているものってありますか。次回はもうファラオを皆さんに根付かしていきたいので、太陽信仰ファラオ一本でいきたいと思います。秋田さん、新人賞おめでとうございます。ありがとうございます。今までどのあの作品は何年ぐらい書かれているんですか。作品はですね、あの去年から書いてるんですよ、はい、内閣総理大臣を取られてるので、なんか支持をいただきたいなと思って。いや、もう私なんか本当あの自分が書きたいのを書いてるだけなので、はいはいはい、人に教えるっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、でも本当なんかあの絵っていうのはこう自由でいいと思うんですよね。はい、なんかこううまく描かないといけないとか、形がきちんと描けないといけないってことは、まあ、本当に全くそんなのなくって、あの本当にこう自分が楽しんで、あの好きな色形を表現するのが一番いいんじゃないかなって思います。なんかな、歴史上予測不能なことがすごいたくさんあって、それでやっぱりその、まあ、地球の歴史とか人類の歴史とか考えた上で、これからあとどういう時代が来るのかなっていうのがすごく興味があって、そういうなんか自分の思いみたいなものをこういう作品に入れたらなと思って。皆さん、こんにちは。オードリー新人賞でファラオを日本で描けたことをすごく大変嬉しく思っております。また先生に聞いていただいて、この会に提示できていることにすごく私は感動しています。そして今日も母が来てくれて、一緒にではお母さんに行きます。皆様、お楽しみのところ、拙い話しかできませんが、今日本当に皆様おめでとうございます。娘も本当に初心者で、この新人賞をいただけると思っておりませんでしたが、これも一人に先生のおかげだと思っておりますので、皆様に感謝しております。これからも一生懸命先生に学びまして、娘も一生懸命精進することと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではありがとうございました。皆さん。